あの国尾くんが三国志の武将になって大暴れ。シンプル操作で爽快一気当選アクション。ダウンタウンスペシャル、国尾くんの三国志だよ全員集合。誰でも爽快、バトルで熱くなれ。ボタンを押して多彩な必殺技を繰り出し、立ち塞がる敵をやっつけよう。敵の攻撃はステップで避けてすかさず反撃。ピンチになっても一時的に強くなれる熱血乱舞で敵の攻撃を切り抜けよう。必殺技を使い続けることでより強力な超必殺技が習得可能。範囲攻撃で敵を一網打尽だ。そしてド派手な計略の数々、画面中に効果を及ぼし攻撃以外にも使える優れもの、その数なんと10種類。状況によって使い分け戦況を一気にひっくり返せ。敵との戦闘を繰り返してどんどんレベルアップしよう。獲得したステータスポイントを自由に割り振って自分だけの最強武将を作ろう。バトルで使う必殺技は町のショップで購入可能。性能を見極め好みの必殺技を入手しよう。敵を倒すと装備品を落とすことがある。敵から入手した装備品には様々な効果がついているので、欲しい効果のついた装備品を狙って敵を倒しまくれ。乱世で繰り広げられる壮大な冒険を紹介。広大に広がる三国志ワールドを冒険しよう。三国志に登場する町や名所を訪れればプチ観光気分を味わうことも。場所によってはアクション操作が試されるステージも存在する。ジャンプで乗り移ったりタイミングを測ったりと、一筋縄ではいかないギミックを攻略しよう。各地のショップでは必殺技や防具、料理にアイテムと品揃えが充実。中でも料理は食べることで一時的にステータス上昇の効果を得ることができる優れもの。ショップの内容は地域によって異なるので、各地を巡って品揃えを確かめよう。本作のメインはストーリーモード。ストーリーモードでは黄金の乱から赤壁の戦いまでを全6章で楽しむことができる。国尾くんならではのはちゃめちゃにアレンジされたストーリーを楽しもう。ステージにいる NPC からクエストを受けることでストーリーが進展するぞ。お使いをしたり敵を討伐したり、困っている人がいたら助けてあげよう。6章すべてをクリアするとさらなる難易度が登場。より強化された敵が出現するので、しっかりと準備をしてさらなる高みに挑戦しよう。クエストの選択肢に応じてストーリーが3種類に分岐する。ストーリー展開と各章のボスが変化するので、全てのルートを試してみよう。ストーリーモードでは最大2人での協力プレイが可能。協力して敵を倒し、傷ついた時は助け合えば冒険はさらに盛り上がる。さらにさらに、みんなで遊べるモードもあるぞ。ストーリーモードの他に三国英雄録、赤壁の章を収録。ノスタルジックなベルトスクロールタイプのアクションゲームになっているぞ。ステージを右へと進みつつ、襲いかかる敵をなぎ倒していこう。残機がなくなる前に全10ステージを攻略し、最後に待ち受けるボスを撃破しよう。使用できるキャラクターは総勢12名。ストーリーモードでは使用できなかったキャラクターたちも選択できる。それぞれ異なる必殺技を持っているので、好きなキャラクターを見つけよう。熱血硬派国尾くん、シリーズ完全新作、ダウンタウンスペシャル、国尾くんの三国志だよ全員集合。